タイのワンタイフーズ、ヤムヤムトムヤムシュリンプフレーバー、ヨーロッパ向け輸出仕様。揚げ麺に粉末スープ、調味油、チーパウダーがついています。麺は格段麺で超感が強く、たゆいない食感です。粘りも弱いです。スープは無色透明に近く、タイ製品のトムヤム味にもかかわらず全然辛くありません。ヨーロッパ向けの製品なので刺激を控えめにしてあるのでしょう。でも日本の日清カップヌードルトムヤム味の方がはるかに辛いです。また酸味も控えめです。このため全然ピリッとしない味で欲求不満を感じます。旨味は人工的ですが十分です。ただエビの香りや旨味はほとんどありません。同じヤムヤムでもナンバー5503のようなタイ国内向けの製品とは全くの別物です。